セベ君がせかすからデザート食い損ねたんだぞ。フルコース食りやったんかよ。貴様、ちゃっかりスープを2回もおかわりしておきながら。料理人たちが言っていた物置はこの辺りのはずだが。リリアもう死んでるだろうこれ。どうした、急に立ち止まって。もう冷たくなってるってリリア。この泣き声は。スープかけろ。あ、かわいい。なんだこの部屋、鳥がいっぱいいるんだぞ。やっぱフクロウ飼いてえよな。そうか、この時代の人間は遠方とのやり取りに鳩やフクロウを使っていたはず。でも冷凍庫に虫入れるの嫌なんだよな。ひどく腹を空かせているようだ。もらったパンを少し分けてやろう。おお、人間の食い物食わすんじゃないよ。鳥に餌などやっている場合か。早くホウキを見つけて。はっ。もうそうやって人間の餌食ったら人間の餌の方が美味しいやんつって鳥の餌食わなかったんだからやめなさい。待てよ、この鳥使えるのではないか。こいつらみんなシュッとしてて食ってもうまくなさそうなんだぞ。そういう意味ではない。おいシルバー、やたらと動物に懐かれる貴様の特技が役に立つ時が来たかもしれないぞ。そう考えると鶏ってすげえよな、一番うまそうだもんな、うん、実際うめえしな。バウル様、ほうきと担架を発見しました。それから食い物も持ってきたんだぞ。ご苦労だった。バンルージュ殿の容体はどうですか。まだ戦える状態ではない。しかし採策の外では今まさに銀のフクロウが右大将殿を討ち取らんと準備を整えているだろう。とりあえず内臓しまってやれよ。もはや一刻の猶予もない。覚悟を決めて中央突破に打って出るほかあるまい。私が先頭で道を開く。お前たちは離れず後に続け。フルコース食ってきたことはバウルに言うなよ。絶対怒られるから。バウル様、そのお役目どうか我らに任せてはいただけませんか。お前らなんかいい匂いすんな。なんないかな。なんだと。貴様らに務まるわけがない。あっという間に降り注ぐ鉄の矢の餌食になるぞ。もうたらふく食ったからちょっと自然いいじゃんお前ら。ご心配には及びません。賭けではありますが少々策がございます。策だと。我らが必ず道を切り開きます。バウル殿、どうかバンルージュ殿。何？砦の外がついに動き出したか。鉄の者どもめ、時が来たな。さあ行くぞシルバー。ああグリム監督せ、必ず。もうリリアや子分のことはごめん、俺様に任せとけ。スマホに指が、その致命台詞だったのに。待て人間。いやもうやまい。総員やつらの後に続け。ちょ、人間って言うと誰か分かんないから、人間 AB とか呼んでくれちゃんと。二人を援護しろ。俺は？あ、足は？なんだ騒がし。気づかれましたか右大将殿。あのガキどもはどうした。包囲を破ってみせると先駆けに止めましたが、何か策があると。めちゃめちゃ矢に打たれたセベク回線面白いけどな。いや、なんとかなりましたっつって。なんだと、あのバカども。行くぞバウル。見ても鉄の者たちが隠れもせずに砦を取り囲んでいるのが見える。100人はいそうだ。だが少人数だからこそ奴らの助けがあれば逃げ切れるはずだ。何、鳥の足掴んで飛ぶってこと。ああ、パンのお礼に友達にも声をかけてくれると言っていた。彼らを信じよう。普通に動物と喋れるんだ。行くぞ。なんだ口笛の音。妖精のやつら何か仕掛けてくるつもりか。砦の中で震えていれば
これ以上痛い目を見ずに済んだものを。どうだこの砦で暮らすっていうのは。いいだろう、叩き潰してやる。総員砦へ突撃。なんだこの音は。うわ、これで料理人 AB が張り付けされたらちょっと見直すんだけどな、セベクのこと。わ、こいつはヴィランだぜ。なんだけどな。なんだ、ハト。いてて、なんだこいつら。スズメやフクロウまでいる。こら、俺のマントを引っ張るな。離せ。すげえおとぎ話みたい。今度はなんだ、森から動物の大群か。何かが鎧の中に入ってきた。もうユニーク魔法こっちだろ。リス、いでで耳をかじられた。やめよう、くすがたい。すげえメルヘの能力。ありがとうみんな、オンに切る。鉄の者たちがひるんだぞ。今だ。こっちの能力なんかすげえだろ。行くぞカバン、俺様にしっかり捕まってな。うわー、グリームの城かよ。突破する、シルバーに続け。絶対安定性悪いって。逃がすか、弓つがー。セベク後ろだ。何。ピカチュウ避けろ。心なしかなんか俺の声にも気が入ってなかったもんな。避けてーだったもんな。うう、今度はなんだ、コウモリ。すごいいっぱい来たじゃん、飛ぶ動物。あ、リリア様。このバカだれ、突っ走りやがって。これだからガキは嫌なんだ。大丈夫、セベクはなんか死んでも次の人が生き返ってるから。あ、セベクじゃねえかっつって。申し訳ありません。リリア様、アードのために命を懸けて守りました。後世守ってください、マレウス様を。次の勝利はおいシルバーって出てくるから。つつくな、俺は敵じゃねえよ。しかしカブトボーグやん。鳥やリスの援軍か、しまらねえな。俺たちは夜の眷属だぞ。寝るへんだな本当に。だが悪くねえ。見ろ、バンルージュだ、捕らえろ。おえおえ、まだ自分で飛ぶのはきつい。セベク、てめえの後ろに乗せろ。おい交代しろ、絶対セベクの後ろがいいわ。全速力で飛ばせ。奴らの追撃は俺が払う。シルバー、援護しろ。おい、リリア大丈夫か、内臓出てんのに。はい、しんがりは任せたぞ、バウル。お任せを、右大将殿。グリム、それからお前も遅れんなよ。ああ、俺たちの大将の要求が少ない。俺様の逃げ足は誰にも負けねえんだぞ。行くぞ、中央突破だ。砦の方位を抜けたぞ。速度を緩めるな、進め。逃がすか、石でも矢でも何でもいい、奴らを止めろ。録画の合間にスコーン食ったらめちゃめちゃスコーン臭くなっちゃった。ダメです、投石機の縄が全部リスに切られて。こっちの方が強くない、能力。鳥が石を投げ落としてくる。何なんだ畜生。あばよ、間抜けな鉄の置物ども。待てー、それルパン三世みたいな。見たか、あいつらの悔しそうな顔。ご自慢の鉄の鎧も鳥の糞だらけになって。よくやった坊主ども。右大将殿に頭を撫でていただけるなど身に余る光栄です。全員無事に脱出できてよかったです。安心するにはまだ早い、奴らも馬を使って追ってくるはずだ。ああ、
そう簡単に風なき渓谷を越えさせてくれないだろうな。そこら辺なんかシルバーうまいなんかいないの。だが今は考えている暇はない。進むぞ。くじでいてくれマレノア。絶対リリアマレーナのこと好きだよねなあみんな。さすがにタイの者たちに限界が来ているな。ベニガハラを一気に飛んできたのだから当たり前か。ウダイショウ殿、昇級士を取りましょう。仕方ねえな。確かにこのままじゃ野原城にたどり着いても戦えない奴が続出しそうだ。そうだよな、ゴールじゃねえんだもんなあれ。だが取るものもとりあえず退却してきたから食い物も水もねえぞやべ、あのパンとベーコンと水も皆さんの分のご用意があります。いや、なんであるんだろうな。わかんねえな。しかし、一体どこで調達した？やべ。東の砦の厨房にいた料理人が持たせてくれました。いや、パンとベーコンの水だけな。何？人間が？俺たち料理人は腹が減ってるやつに飯を食わせるのが仕事なんだ。妖精の口に合うかはわからないけど、持っていきな、と。クソ、ありがとうございました。敵に送られた塩でも舐めたい状況だ。ありがたくいただこう。見ろ、地面のあちこちにキャタピラーの跡も。草も木もめちゃくちゃになっちまってるんだぞ。まさか銀の袋とこの絵体がここでぶつかったのか。ウダイショウ殿、西の方向に誰か倒れております。あの鎧は転移魔法で先に戻ったこの絵か。おい、しっかりしろ。他の者はどうした。な、みんな鉄のからくりと夜明けの騎士に。残ったこの絵兵とマレノア様は野原城に。分かった、俺たちが来たからにはもう大丈夫だ。よく戦ってくれた。ゆっくり休め。夜の祝福あれ。なんか夜明けの騎士ってすげえ皮肉効いてるよな。夜の眷属倒すものっていう意味だもんな。夜の眷属倒して竜の懐刀バンルージュ。日が昇るってことだもんな。東の砦で撃たれたはずでは。どうしてここに。ウダイショウ殿、あなたがさっさと片付けるぞ。野原城はもうすぐそこだ。お、すごい、メルヘンチック。あれが野原城。なんと美しい城だ。あそこに若様とマレノア様が。あ、セメ君、城の周りをよく見ろ。まあ、結局のところ君たちが見たことないってことはさ、野原城もうなくなってんだよね。鉄の鎧の奴らがうじゃうじゃいるんだぞ。ただこっから次バッドエンドの彼がプンプンするよね。例の巨大な掘削機や投石機も城を取り囲んでいる。なんという数だ。城の周辺どころか緑ヶ原を埋め尽くさんばかりではないか。ローブを着てんのはおそらく魔法使いだろう。銀の袋目、まさか他の国からも頭数を調達したのか。なんで魔法使いローブなんだろうね。それほどまでに茨の国の資源が欲しいと見える。一人二人なら大した脅威じゃないが、あれだけ数がいると厄介だ。これだけ近づけば転移魔法を使って移動をしても体への負担は少ないでしょう。しかし野原城の中に入ったとして、どうやって姫様を連れてあの包囲を突破するか。黒輪城からの応援を待つ。いや、でもこんなにさ大規模な作戦なのに誰も気づかなかったんだ。たとえ助けが来たとしてもこの状況じゃ焼け石に水だろ。そんな、どうにかしてマレノア様と卵だけでもあの城から助け出さねえと。この領土の数どうやって隠れてたんだ。黒輪城を守る霊峰魔の山までたどり着ければ、地の利と大気中の豊富な魔力が俺たちの味方をするはずだ。東の砦と違い包囲が厚い。どうやって切り抜けるつもりですか。
空間転移魔法は使えない。卵の安全が保証できないからな。ちょ、中身ぐちゃぐちゃだったらトラウマだもんな。飛行術でも脱出も魔法使いと弓の餌食になるだろう。となれば野原城には古い地下水路がある。確か肥沃岳から流れる川につながっていたはずだ。マレノア様は暗いだのジメジメしてるだの文句を言うだろうが。お世継ぎを安全に運ぶにはそれしか道はなさそうですね。俺ずっと疑問だったんだけどさ、マレノア様卵で子供産むわけじゃん。人間の姿に変わった時どうなんの？お腹の中の卵も質量は変わるの？まずあのお姫様に撤退を進言して受け入れてもらうのに骨が折れそうだ。やれやれ。それともドラゴンの姿へ地下行くの？それとも俺が想像してる卵でちっちゃいの？なんだ、急に奴らがざわつき出したぞ。この謎を解明するべく、城の前にある橋の上になんかピカピカした奴が出てきたんだぞ。我々は茨城に向かった。右大将殿、あれは白雲の鎧、日の光のような金の髪。間違いない、夜明けの騎士。どうせシルバーの先祖だ。どうしたシルバー？わからない、急に眠気が。夢の中なのに。シルバー、おめえ服の中がまた光ってるんだぞ。指輪が光っている。不思議な魔力を感じる。何なんだその指輪は。わからない、親父とも俺の両親が赤子の俺に託したものだろう。とだけ。おお、なんだ。籠城する妖精どもよ、我が銀のフクロウの旗が見渡す限り揺れているのが見えているか。貴様らはもはや孤立無援、逃げ場はないぞ。魔法で声を覚醒しているのか。なんと想像し。お前が言うな。これ夜明けの騎士の声か。いや違う、喋ってるのはその隣にいる男だ。樽みてえにでかい体、油ぎった下品な声。あいつは。我こそは銀のフクロウが狩猟、ヘンリク・イシュトバーン。ちょっと待って、頭のやつどうやってつけてんのあれ。我々は幾度となく茨の国に対して誠実に交渉を申し入れてきた。しかし貴様らはそれを踏みにじった。なんという無礼、なんという傲慢。温厚な我々にも我慢の限界というものがある。すでに語らう余地なし、ただ剣に身を委ねるのみ。あの防具オーダーメイドだろうな。他の人入んないもんね。見よ、大地を埋め尽くす我らが同胞たちの姿を。貴様らに勝利の道はない。さあ観念して、奇跡の魔法石プリンセスグロウと野原城を明け渡すがいい。なんか珍しいよな、大体イケメンキャラだもんな、ツイスト出てくるキャラって。なんか明らかに正面から拳で殴られたみたいな顔してるもんな。珍しいよな、そういうキャラで。くんだが我々も鬼ではない。貴様らと違ってな。故に貴様らにチャンスを与えてやろう。姫よ、我らが警備隊隊長夜明けの騎士と1対1の決闘を行うのだ。え、姫が？貴様が名誉をかけて決闘に臨み勝利をつかんだならば、我々は城の包囲を解くと誓おう。30分だけ考える時間をやる。
よく考えることだな。これ普通に攻めて大丈夫だったら別にその決闘する必要ないのでは。夜明けの騎士と決闘だと、バカな、そんなもの罠に決まっている。うだうだしてる時間はねえ。野原城へ空間転移するぞ。さて、あの魔女はどう出るかな。まあ牢城を選んでも決闘を選んでも俺たちの勝利は変わらない。忘れもしない、野原城を訪れた時に一度だけ見たプリンセスグローのあの輝き。プリンセスグロー、早くあの石をこの手に。石だけじゃない、ドラゴンの卵も手に入れてやるぞ。世にも珍しいドラゴンを奇獣としてこき使ってやるのだ。それもいいけど、ドラゴンの卵でどんな味するのか気になるんだよ。なんだ、何か言いたげだな。ヘンリク様、やはりこのようなやり方は。声一緒じゃねえか。なんだと。どこの馬の骨とも知れんみなし号を拾い育ててやった俺の親父への恩を忘れたか。おい、こいつも捨てられてんのかよ。お父上には感謝しています。もちろんご家族である奥様やヘンリク様、レイヤ様にも。しかし、ああ、これもしかして弱気の騎士は逆に妖精なのかもしれないな。話的に弱気の騎士が妖精で人間側に拾われて、シルバーは人間側なんだけど妖精に拾われたみたいな。うるさい。だんだんとこう血が人間側についてるからだんだんと血が薄くなったみたいな。剣技しか脳がないお前を役立ててやろうというんだ。余計なことは考えず俺に従っていろ。周辺諸国の者は皆強大な力を持つドラゴンにいつ自分たちの町を焼かれるかと怯えて暮らしている。集中戦すごいな。だからこそ銀のフクロウの呼び声に応え、これほどの大軍が集まったのだ。それに奇跡を起こすという魔法石プリンセスグロウが手に入れば、富士の病に伏せる親父も良くなるかもしれないんだぞ。レイヤは愛する父の回復を願い、毎日星に祈りを捧げている。知っているだろう、高慢な妖精どもは額を床にこすりつけて頼み込んだとて我らに手を差し伸べてくれはしない。ならばこうするしかないだろうが。それは。わざと手を抜くような真似はするなよ。必ず決闘に勝利するんだ。負担でかくない？我々人間と親父、そしてレイヤの幸せを願うならな。もう引き返せないのか。